ジェロニモ。ジェロニモ。ジェロニモ。本名。5A3。1829年6月16日から1909年2月17日。は、アメリカインディアン。アパッチ族のシャーマン。対白人抵抗戦である。アパッチ戦争に目を投じた戦士。なお、部族の酋長と誤解されている例も多いが、実際は、酋長ではなく部族の指導者でもない。 メキシコ軍に家族が虐殺されたのを機に、アパッチ族の戦士たちと共に、大白人のゲリラ戦に従事した。ちなみに、戦士集団だったアパッチ族には、州長に戦士が服従するという義務も風習もな。戦士は結束はしても全て個人行動で動くものであって、戦士たちはジェロニモ個人を慕って抵抗戦を共にしたのである。ジェロニモが軍事的な指導をしたこともない。 ジェロニモとはスペイン語を母語とする、メキシコ人の付けたあだ名、ヘロニモの英語読みで、英語ではジェロームに相当する名前である。アパッチ語の本名は、あくびをする人、眠たがりを意味するゴヤスレれゴエスすり、文献によっては国くれえ、ごやらなどである。アパッチ族など、インディアン民族には、他人が実名を呼ぶことを避ける習慣があり、家族以外に決して教えない。 神聖な名前を持っており、ジェロニモの場合も、当然、これは、部族外には伝わっていない。また、インディアンは、伝統的に生涯に何度も名を変える風習があるので、ジェロニモも、彼の本名の一つと言える。ネドニアパッチ族のベドンコヘバンドの酋長を祖父に持つ。祖父は、ネドニ族から離れ、ミンブレスアパッチ族の女と結婚したため、ジェロニモは、 ネドニ族の州長相続権を失った。インディアン社会のチーフ、州長とは、交渉の矢表に立つ、調停者のことであって、指導者や、主張ではない。合議制社会である、インディアン部族は、主張性ではなく、アフリカの部族に見られるような、部族長は存在しない。マンガスコロラダス州長の属する、ミンブレスアパッチ族で、ジェロニムは、 山岳選手としての訓練を積んだ。不眠に耐える訓練、水を口に含んだまま、これを一度も吐き出さずに往復6キロを超える山岳地帯を走る訓練、弓矢や投石機の扱いの習得などを経て、メキシコに遠征しては、部族の制御である略奪に励んだ。アパッチ族にとって、策略は勇気に勝るとされ、野因に乗じて牧場から、 牛や馬をさらうという手法は、部族の美徳とされていた。1848年、17歳でジェローニモは、アロペと結婚する。後に彼女との間に3人、4人ともされるの子供を、授かる。1858年、チワワ州が、略奪部族、ミンブレスアパッチ族に対して、和平協定を申し出た。その内容は、年4回。 軍中トン地において、毛布、布地、トウモロコシの粉、メスカル、アパッチ族の大好物であるを支給するというものであった。これに先駆けてメキシコは1837年から、アパッチ族の頭の皮一枚に対し、男で100ペソ、女なら50ペソ、子供なら25ペソの賞金をかけていた。このため、アパッチ族はこの申し出を疑ったが、 マンガスコロラダスたちは合議の結果、一体の派遣を決め、運搬手伝いに女子供も同行することとなった。ジェロニモは妻のアロペ、ロボ、幼い子供たちの家族総出で、これに加わった。しかしメキシコ側では、ソノラの軍政長官、ホセマリアからスコ将軍がこれを後期とアパッチの皆殺しを図って、メキシコ北部のヤーノス村に到着した。 ジェロニモラは、用心深く郊外に八重し、町へ向かったが、そこで大艦隊を受けた。すっかり油断した彼らを、カラスコの軍が襲ったのは3日後だった。カラスコは、八重を完全包囲した後、これを皆殺しにした。カラスコは後に、バーガ軍は130人のインディアンを殺し、婦女子90人を捕虜にした。チワワ州のメディナ大佐はこれに怒って政府に告訴したが、しばらく待たされた後、 この軍事行動は全員されたと語っている。こうして家族すべてをメキシコ人に殺されたジェロニモは遺品をすべてのべ送りにして焼いた。温厚だった彼の性格は暗く怒りっぽく変わり、メキシコ人への修正の復讐を誓う獰猛な戦士と変した。マンガスコロラダスたちが復讐戦を決定すると、ジェロニモはアパッチの各種族から戦士を募る役目を引き受け、彼は シリカワアパッチ族のコチーズ州長のもとを訪ねた。この時、シリカワ族に対して以下のように演説を行ったと、後にジェロニモは述べている。ジェロニモは次に、シェラマドレ山役のかつての母族、ネドニアパッチ族の重州,州長を訪ね、メキシコ襲撃の賛同を得た。アパッチ連合軍は、まず、ソノラ州の裕な町、アリーズペを標的と決めた。襲撃は、 ヤーノスの虐殺の翌年に行われた。アパッチ族は白旗を持って出迎えた騎兵8人を殺し、メキシコがアパッチにかけた検証のお返しに彼らの頭の皮を剥いだ。こうして後々長きにわたるアパッチとメキシコの戦争がこの時始まった。ジェロニモは銃弾の雨の中をものともせずにナイフを片手に戦場で暴れ狂い、その様を見て、 異形に駆られた一人のメキシコ人が守護聖人のジェロニモの名を叫んだ。これにこうして人々が口々にジェロニモと叫んだ。こうしてこの日この時を境に彼の名はジェロニモとなった。この戦の後、ジェロニモはチリカワアパッチ族の女を妻に迎え、コチーズ州長の計らいでチリカワの戦士となった。その妻は生涯のうちで シーハシュキシュ、ナナサスティス、ジアー、シェガ、シツハシェ、イーテッタ、ターイズスラス、アズールと数人に及び、それぞれに子供を設けている。メキシコとアメリカ双方は、アパッチの略奪に頭を悩ませ、何度も遠征を行い総統戦を試みた。しかし山岳ゲリラとも言うべき彼らの戦いは、変幻自在で、 西部大平原の水族と並んで、アパッチ族は最後までアメリカ合衆国に抵抗したインディアン民族となった。数々の戦いの中に、ジェロニモの姿があった。彼は雄弁に白人への抵抗を呼びかけ、白人と戦い続けた。ジェロニモの抵抗戦は情報操作されて、東部白人社会に大げさに伝えられた。数人殺された白人の数は、数十人。 数百人となって報じられたのである。1886年に投稿して、以後、ジェロニモは、生涯米軍の領収として扱われた。その間、1904年のセントルイス、バンコク博覧会などで、人間動物園として展示されるなどした。生まれ故郷のメキシコ国境へ帰りたいというジェロニモの、願いは叶えられず、オクラホマのシルトリデで、その一生を閉じた。 ジェロニモの墓はシルトリデにある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。